こんにちは。オンラインレッスン教室コンサルタントのボンドの高橋若菜です。ここ連日ですね、なぜ私がオンラインレッスンにズームをおすすめするのかっていうことをですね、お伝えしてきました。今日はですね、そのズームを使って、初めて生徒さんにオンラインレッスンを受けてもらうときに、まず初めに確認しておかないといけないことですね。まずその先生が、招待リンク、ミーティング ID を発行しなくちゃいけないんですけれども、まあ、それをねお送りして、でそちらをクリックして、またはミーティング ID を入力して、入室してきてもらいます、 Zoom に。まあ、Zoom ではね、はい、そのつなぐことに、相手がつない Zoom につないでもらうこと、そのリンクにね、つないでもらうことを入室というふうにね言ったりするんですけれども、入室してきてもらったときに、つながったときにまず確認しなければいけないことを今日お伝えしていきますね。それはですね、まず音声です。でちゃんとお互い、音がね聞こえるかどうかで、まあ、音量のねボリュームを上げても、生徒さんの声が聞こえない場合は、ミュートになっている可能性があるんですね。で、まあ、これはあの iPhone の、スマホの場合なんですけれども、まあ、iPad も、ね、同じような画面なの で、パソコンの場合も、似たような、画面が出てくるので参考にしてみてください。で、ミュートはですね、ミュートになっている場合はここが赤くなっているんですね。で、何もしてない状態だと何もそのアイコンが出てきませんので、まずはねここをタップする必要があるんですよ。なのでまずタップしてねって言って、その後に、ここのねミュートが赤くなっていないかどうかっていうことを確認してください。そして、ここをタップして、これが聞こえる状態になるんですよね。でまずは音声が聞こえるかどうかっていうのが一つですよね。であとはもう一つは、相手の映像が見えないときはここのビデオの開始ボタンを押す必要があります。ここもね、クアップすると、解除になりますので、そしたらここを押してもらって、で、生徒さんの、ね、姿が見えるはずなんですね。なのでまずね確認することは音声とビデオカメラなんですよ。はい。でそしてね、あのオンラインレッスンが終わって、でそれで、このねこれを終わりにしたい場合、ズームを終わりにしたい場合ですね、今これこうやってつながっている状態なんですけれども、例えばね、そのまんま、この iPhone をねこうやって切る、閉じますよね。でこれでズームが終わるかっていうとそうじゃないんですね。なのでこれまだズームがつながっているので、これはですね生徒さんに退出してもらう必要があるんですね。例えば、まあ、先生がねそのリンクは生徒さんごとに発行していて、レッスンごとに発行している場合は先生がもうそれを終了させてしまっていいんですけれども、例えば同じリンクでね、何時から何時までは誰々さん、何時から何時までは誰々さん入ってきてくださいね、入室してください、来てくださいねっていう場合は、生徒さん側に退出してもらう必要があります。ですので、向こうにね退出してもらうには、これね今ちょっと私が1人しか入ってなくて、しかもホスト側、私が招待している側なので終了が出ていますけれども、ここにね、退出するっていう文字が赤くね、出てきますので、そのね赤い文字をタップして、生徒さんに退出してもらう必要があるんですね。そうすると、オンラインレッスン終了ということになって、また次の生徒さんと引き続き、レッスンが開始、レッスンを続けることができます。ですのでね、まずこの、3つのことを知っていてもらえれば、オンラインレッスンはできるかなと思います。音声のこと、そして、ビデオカメラのこと、そして退出の仕方ですね、もうそれさえね、本当に簡単なことなので、それさえね、事前にねお伝えしておいてもいいし、その時にパッと教えてもいいし、
まあ、一番いいのはねマニュアルのようなものをね作っておくといいと思います。私もその今回ねコロナウイルスの影響で、オンラインレッスンで対応しますよとね全員に、生徒さん全員にリアルで来ている生徒さんには、お知らせしたわけなんですけれども、それと一緒にね、PDF でマニュアルを作成しました。どのように、Zoom を使うのかって、Zoom のことをお話しした時にですね、ほとんどの生徒さんが Zoom について知らなかったです。でもね本当にね Zoom って便利なので、そして多機能です。ですのでね、誰も知らないから、みんなが知ってるアプリにしようっていうところで諦めずにね、先生は教える仕事をされていますから、まず教える仕事を教えることが得意なはずですよね。そのご自身の専門分野以外でも、だから先生が Zoom の使い方を学べば、それを教えれば、いいことなので、ぜひねご自身がまず学ばれて使い方を、分かってですね生徒さんにお伝えしてください。そしてマニュアルのようなものをね作っておくのがやっぱり、便利かなと思います。私は PDF も作りましたし、あとは動画バージョンもね作りました。まあ、動画はちょっとね少し大変だという方は PDF でねこの3つのことだけでも書いた PDF を作成するだけでも生徒さんはね初めての生徒さんは安心じゃないかなっていうふうに思いますので、ぜひね参考にしてみてください。Zoom のねより詳しい使い方についての動画を2本今こちらの概要欄の貼り付けてある、リンクから、LINE 公式アカウントに登録してもらいますと、2本の動画、そこのね2本の動画をプレゼントしています。ぜひね登録して受け取って、くださいませ。そしてオンラインレッスン取り入れて、見てください。この動画を今日見て、良かったな、役に立ったなと思われましたら、いいねボタン、お願いします。そしてもしよかったら YouTube チャンネル登録もお願いします。では皆さん素敵な一日をお過ごしください。